アマサ・リーランド・スタンフォードはアメリカ合衆国の実業家、政治家である、妻のジェーンと共にスタンフォード大学を設立した。ゴールドラッシュの時代にニューヨーク州からカリフォルニア州に移住し、商人や卸売業者として成功し、財を成した。1861年にカリフォルニア州知事に就任して2年の任期を1回、務め、その後、 上院議員として8年間活動した。1861年にセントラルパシフィック鉄道を設立し、後に買収したサザンパシフィック鉄道の社長として、この地域で絶大な影響力を持ち、カリフォルニアに永続的な影響を与えた。一般には泥棒男爵の一人とみなされている。スタンフォードは1824年に当時のニューヨーク州ウォーターブリートで生まれた。 八人兄弟の一人で、兄弟には、ニューヨーク州上院議員のチャールズ・スタンフォード、オーストラリアの実業家で、霊能者のトーマス・ウェルトン・スタンフォードがいる。祖先のトーマス・スタンフォードは17世紀に、マサチューセッツ州、チャールズタウンに入植し、後の祖先が1720年頃に、ニューヨーク州中央部のモホークバレート部に移住した。スタンフォードの父の女債屋は、 ある程度裕福な農家だった。ロエスルビルにあったスタンフォード家の邸宅はエルムグローブと呼ばれていた。エルムグローブは1940年代に取り壊された。スタンフォードは1836年までは公立学校に通い、1839年までは自宅で家庭教師から学んでいた。その後、ニューヨーク州クリントンのクリントンリベラルインスティチュートで学び、 1841年から1845年までは、ニューヨーク州風のビアの風のビア神学校で法律を学んだ。1845年、オールバニの法律事務所に就職した。1848年に弁護士資格を取得し、他の多くの入職者と共に、ウィスコンシン州ポートワシントンに移住して、ウェスリー・ピアースと共に法律事務所を開設した。スタンフォードは、 父からミルウォーキーホ北では最も素晴らしいと言われた法律書の蔵書を贈られた。1850年、スタンフォードはホイッグ島からウィスコンシン州ワシントン郡の地方検事に指名された。スタンフォードは1850年9月30日、26歳で j エリザベス・ラスロップと結婚した。1852年、火事で法律書などを失ったスタンフォードは、 五人の兄弟を追ってカリフォルニアゴールドラッシュに参加した。妻のジェーンは一時的にオールバニの実家に戻った。兄弟と共に商売を始め、カリフォルニア州ミシュガンシティで交付向けの雑貨店を開き、後には問屋を経営した。また治安判事を務め、後にサクラメント公立図書館となるサクラメント図書館協会の設立にも貢献した。1855年、 妻を迎えにオールバニに戻ったがカリフォルニアの開発の興奮の後では東部の生活のペースは遅すぎると感じた太平洋鉄道祭1856年妻と共にサクラメントに移りそこで大規模な小取引に従事したスタンフォードはチャールズ・クロッカーマーク・ホプキンズコリンズ・ポッター・ハンティントンと共にセオドア・アジュッタによる大陸横断鉄道の一つの セントラルパシフィック鉄道の計画の主要な投資家だった。この4人の出資者はビッグ4と呼ばれた。1861年6月28日にこの5人で会社を設立し、スタンフォードが社長に選出された。セントラルパシフィック鉄道の最初の機関車はスタンフォードに敬意を表してガブスタンフォード号と名付けられ、現在は サクラメントのカリフォルニア州鉄道博物館に生態保存されている。スタンフォードは1859年にカリフォルニア州知事選に出馬したが落選した。1861年に再び立候補して当選した。スタンフォードは一期二年を務めた。1868年5月、ロイド・テビス、ダリウス・オングデン・ミルズ、H.D. ベーコン、ホップキンズ、 クロッカーと共に運送子会社のパシフィックユニオンエクスプレスカンパニーを設立した。この会社は1870年にウェルズ・ファーゴと合併した。スタンフォードは1870年から1884年1月までウェルズ・ファーゴ社の取締役を務めた。その後、一旦は取締役を退いたものの、 1884年2月から1893年6月に亡くなるまで再び取締役を務めた。また、1868年5月にパシフィック生命保険相互会社を設立し、1868年から1876年まで初代社長を務めた。ディーランド・スタンフォードと1870年現在の CPRR の 役員一覧セントラルパシフィック鉄道が建設中の1868年、スタンフォードらはサザンパシフィック鉄道の経営権を取得した。スタンフォードはサザンパシフィック鉄道の社長に選出され、1890年にハンティントンにより追放されるまでその地位にあった。スタンフォードはサクラメントから東に向かってカリフォルニア州のシエラネバダ山脈を越え、ネバダ州とユタ州に至る 最初の大陸横断鉄道の西部を建設した鉄道会社の首脳として1869年5月10日にユタ州プロモントリーで行われた東西の鉄道を結ぶ鉄道の開通式を主催した CPRR の勾配は東の終点であるアイオワ州カウンシルブラフスネブラスカ州オマハから西に向かって建設されたユニオンパシフィック鉄道の勾配と合致した スタンフォードは開通を象徴する最後の犬釘を打つ栄誉も与えられた。スタンフォードの一家は1874年にサクラメントからサンフランシスコに移り、そこでセントラルパシフィック鉄道の関連会社である日本と中国へ蒸気船を運航させるオクシデンタルオリエンタル蒸気船会社の社長に就任した。1884年に セントラルパシフィック鉄道とサザンパシフィック鉄道の持ち株会社としてサザンパシフィックカンパニーが設立された。スタンフォードは1885年に同社の社長に就任したが1890年に同社の副社長兼企業総局であるハンティントンによってそのポストから追放された。これは 1885年の上院選挙で、ハンティントンの友人であるアーロン・エーサージェントを、スタンフォードが破ったことに対する報復であると考えられている。スタンフォードは1890年にサザンパシフィック鉄道の経営委員長に選出され、亡くなるまでこの役職とセントラルパシフィック鉄道の社長を務めた。スタンフォードは一般に河川によって、 産業を支配して莫大な資材を蓄えた泥棒男爵の一人とみなされている。スタンフォード・スタンフォードは政治活動も活発に行い共和党の主要党員であった。1856年4月30日にサクラメントで他の保育党の政治家と会合を開きカリフォルニア共和党を組織した。スタンフォードは1856年と1860年に 大統領選挙人を選ぶ共和党大会の代表に選出された。スタンフォードは1857年のカリフォルニア州財務長官選挙と1859年のカリフォルニア州知事選挙で敗北した。1860年、スタンフォードはシカゴで開催される共和党全国大会の代表に指名されたが出席しなかった。スタンフォードは 1861年の2度目のカリフォルニア州知事選挙で勝利した。スタンフォードは1862年1月に第8代カリフォルニア州知事に就任した。初の共和党の知事だった。スタンフォードは常に事前に用意した原稿を読み、大きな声でゆっくりと話すことから、原稿なしで即興で演説をする和者よりも誠実で、あると聴衆に印象付けた。 知事在任中、州の債務を半分に削減し、森林の保護を提唱した。また、州内初の州立教員養成機関の設置を監督した。在任中に可決された法律によって、知事の任期は2年から4年に変更されたが、スタンフォードは当初の任期通りに1863年12月に退任した。その後、1885年に上院議員となり、 亡くなる1893年までその地位にあった。上院の公共建築物、土地委員会の委員長を4年間務め、海軍委員会にも参加した。スタンフォードは人民党が提唱するアイデアを発展させた法案を作成した。労働者共同組合の創設を促進する法案と県本位制だけでなく、地下に裏打ちされた通貨の発行を認める法案である。 どちらの法案も委員会を通過しなかった。カリフォルニアでのゴールドラッシュにより、この地域には新規参入者が大量に流入したが、その中には中国人移民も多く含まれた。中国人移民は迫害の対象となり、反中国感情は時間とともに政治的な問題になった。1862年1月の衆議会での演説で、州知事のスタンフォードは次のように述べた。 私の考えでは、劣った人種と我々との間の和解は、あらゆる正当な手段によって落胆されるべきである、ことは明らかです。何百万という人口を抱えるアジアは、溢れた人口を我々の海岸に送りつけます。このクラスの多くは、すでにここにあります。そして、我々が早急に移民をチェックするために何かをしない、限り、太平洋の海岸で出会う、 移民の二つの潮流のどちらが引き返されるかという質問は今よりはるかに困難な時に検討が強制されることになります。我々の間に多くの堕落した人々が存在し、それが優れた人種に悪影響を及ぼし、ある程度望ましい移民を退けることは確かです。スタンフォードは当初、この率直な発言で称賛されたが、セントラルパシフィック鉄道が 鉄道建設のために中国人労働者を受け入れていることが明らかとなり、支持を失った。リーランド・スタンフォードに捧げられた、スタンフォード大学の記念協会、リーランド・スタンフォードの肖像肖像スタンフォードは、妻のジェーンと共に、1884年に15歳で、亡くなった一人息子のリーランド・スタンフォード・ジュニアを、忍んで、リーランド・スタンフォード・ジュニア大学を設立した。この大学は、 1885年3月9日、カリフォルニア州議会の基金法によって設置され、スタンフォード夫妻からの設立基金は1885年11月14日の最初の理事会で署名された。スタンフォード夫妻は大学を発展させるために約4000万ドルを寄付した。19世紀後半のスタンフォード家の保有財産は約5000万ドルと推定されている。 スタンフォード大学は1891年10月1日に開会式を行った。設立当初は農業研究を目的としていた。第1期の入学生には後に第31代アメリカ合衆国大統領となったハーバート・フーバーがいる。スタンフォードは2つのワイナリーを所有していた。一つは1869年に設立されたアラメダ軍のリーランド・スタンフォード・ワイナリーで 後に、弟のジョサイアに継承された。もう一つは、手浜郡のグレート、ビーナランチで、面積5万5000エーカーの、当時世界最大の武道園だった。そのうち3575エーカーは、後に、スタンフォード大学の敷地に当てられた。マイブリッジの、動く馬スタンフォードは馬にも興味があり、ビュート郡に17800エーカーの、グリドリー農場を保有していた。また、 サンタクラーラ軍にパロアルト育種農場を設立した。スタンフォードは、つなぎは速歩競争用のスタンダードブレッドや、平地競争用のサラブレッドを繁殖させ、調教してレースに出していた。スタンフォードが保有した馬には、主力の種ボバであるエレクショニアと、その3区のアリオン、スノール、パロアルト、チャイムがいた。パロアルト種農場が後に、スタンフォード大学に発展したため、 スタンフォード大学にはザ・ファームというニックネームがある。スタンフォードは馬が走る時に4本の足すべてが地面から離れる瞬間があるかどうかに関心を持っていた。1872年、スタンフォードは写真家のエドワード・マイブリッジに馬が走る様子の撮影を依頼した。マイブリッジは研究の末に馬が走る様子の連続写真、動く馬を撮影し、 これによりスタンフォードの説が実証された。この連続写真をもとに作成したアニメーションは映画の前身の一つである。パロアルトのスタンフォード帝スタンフォードは一人息子が生まれた年である1868年にサクラメントの邸宅を購入した。現在、その敷地はリーランドスタンフォードマンション州立歴史公園となっており、博物館となっている邸宅は、 カリフォルニア州の社交行事にも使用されている。サンフランシスコのノブヒル地区にあるスタンフォード夫妻の家は1906年のサンフランシスコ地震で倒壊した。跡地にはスタンフォードコートホテルが建てられている。パロアルト育種の王城にあった邸宅は1919年にルシール・ルパッカード小児病院の前身となる児童、回復施設となり1965年に 取り壊された。スタンフォードは1850年9月30日、26歳でジェーンエリザベス・ラスロップと結婚した。ジェーンはニューヨーク州オールバニの商人であるダイアーラスロップの娘だった。二人の間には長年子供がいなかったが、1868年、スタンフォードが44歳の時に唯一の子供であるリーランド・デビット・スタンフォードが生まれた。 リーランド・スタンフォード・ジュニアは、1884年、ヨーロッパへの旅行中に、イタリア・フィレンツェにおいて、ジョーチフスにより15歳で隠しした。晩年は、長いカンポ業運動失調に苦しんだ。リーーランド・スタンフォードは、1893年6月21日に、カリフォルニア州パロアルトの自宅で心不全で亡くなった。遺体は、スタンフォード大学の敷地内の霊病に埋葬された。 妻のジェーンはストリキニーネの中毒症状により1905年に亡くなった。スタンフォードは1850年から1855年まで活発なフリーメイソンであり、ウィスコンシン州ポートワシントンのプロメテウスロッジのメンバーナンバーワンナとなった。西部に移動した後はカリフォルニア州ミシガンブラフのミシガンシティロッジのメンバーナンバー47になった。ありがとうございます。